どうもナノハです。今日はですね、観葉植物の中でも人気が高いドラセナユッカ、これをかっこよく植え替えていきたいと思います。ユッカといえばですね、皆さん知ってる方は多いとは思うんですけれども、ユッカの風水についてあまり知らない人はちょっと最初にですね、ユッカの風水について紹介させてください。はい、こちらが今回の動画の主役になるユッカになるんですけど、こちらの観葉植物、金運、仕事運、勉強運をめちゃくちゃ上げてくれる観葉植物になります。この観葉植物をですね、今回はかっこよく植え替えていくんですけれども、こういった運気の上がる観葉植物をですね、さらにかっこよく綺麗に植え替えてあげると、さらに運気も高まると思いますので、皆さんもぜひやってみてください。はい、それではですね、早速ドラセナユッカ植え替えていきたいと思うんですけれども、このドラセナユッカですね、先ほども説明した通り勉強運アップにつながる観葉植物になりまして、結構ですね、受験生とかがいる家庭とかですね、これ飾られる方多いです。で、お客さんの中でも受験生を控えた方が家の中にいる場合はですね、ドラセナユッカを置きたいとお店にお電話をしてくれる方も結構多いです。なので勉強運を上げたいっていう人なんかは、このドラセナユッカぜひおすすめです。で、そんなドラセナユッカを今回植え替えていくんですけど、今日は2つ容器を用意しました。この真っ白の綺麗な陶器鉢でいくのか、ちょっとシックなかっこいいですね、これもですね、一応陶器になります。どっちもかっこいいんで、どちらに植え替えても結局はいい感じの見た目になると思うんですけれども、今回はですね、こっちに植え替えていきたいと思います。で、今回こっちを選んだ理由としてはですね、まず、白い陶器、これおしゃれでかっこいいんですけれども、この菜の葉の動画ででもですね、何度も白い陶器に植え替えてる映像っていうのはお見せしてきてると思うので、今回はちょっと珍しいこの黒いおしゃれな陶器に植え替えてみたいと思いました。それでは早速こちらの黒い陶器にドラセナユッカを植え替えていく。で、今回この黒い陶器にドラセナユッカを植え替えていくんですけれども、まずはですね、少しこの鉢の下に厚みを出すというか、ドラセナユッカをですね、このまま入れ込んでしまうと結構下の方までユッカがこんな感じで埋まっちゃいます。なので、下の方に少し厚みを出すために、ボラ土と言われるですね、軽石を引いていきたいと思います。で、今回ですね、ちょっと軽石を引いていくときに、今後の植え替えのことを考えて、ちょっとした裏技というか簡単テクニックっていうのを紹介していきたいと思います。はい、今回使うのはですね、こういうネットです。で、今僕がこうやって使ってるのはですね、キッチンの排水口とかによく使われてるこのネット、結構見覚えある方も多いと思うんですけれども、今回はこれを使って陶器の下にボラ土を引いて高さを出していこうと思います。はい、それでは陶器の下に今から引いていくボラ土の下準備をしていきます。まずですね、このネットの中にある程度のボラ土を入れていきます。こんな感じですね。ネットの中にボラ土を入れ終わったら、このボラ土が出てこないようにネットをしっかり固結び、もしくは紐とかで縛ってあげて大丈夫です。はい、こんな感じ。こんな感じでネットにボラ土を入れたものを3つ程度今から作っていきます。はい、この3つのネットに入ったボラ土を準備しました。これができたら、下に引くボラ土の準備完了です。それでは早速、先ほどの陶器の中にこのボラ土を入れていきたいと思います。はい、でですね、いつもだったらこの陶器の底に開いてる穴があるじゃないですか。そこから細かい土がこぼれ落ちないようにネットを引いていくんですけれども、今回ですね、もうそのネットは必要ないです。このボラ土をこのキッチン用のネットに入れましたので、これが鉢底ネットの役割になってくれます。なので、まず1つ目、この鉢底ネットの代わりになるボラ土を入れていきます。こんな感じです。で、今回ですね、このボラ土1袋だけだとまだまだ高さが足りないので、さっき作った3つ分ボラ土を入れていきます。はい、こんな感じです。ボラ土を入れ終わりました。で、この後にですね、実際にユッカを植え替えていきたいと思います。でですね、今回はこのドラセナユッカ、こちらを植え替えていくんですけれども、今回の植え替えはですね、
虫が湧きづらい裏技を使っていきます。でさっきはですね、今後ですね土を植え替えた時に簡単に取り出せるようにボラ土をキッチンネットに入れる裏技を紹介しました。ここからは観葉植物を育てていく上で皆さんがとっても気になる虫、こちらの対策をしていく裏技を紹介したいと思います。でですね、観葉植物に湧く虫っていうのは大半がコバエです。小さいハエが観葉植物の土にですね集まって、結果的に家の中にコバエが湧いてしまうっていう結果になるケースが多いです。なので今回はそのコバエが寄りつかない観葉植物の植え替え方、これについて紹介していきたいと思います。はい、それではコバエが寄りつきづらくなる土、こちらを今回は作っていきたいと思います。でコバエの寄りつかない土っていうのはですね、無機質の土で、この無機質の土にはコバエが寄りつきづらいと言われています。なぜかと言いますと、コバエっていうのは土の中に含まれる有機物、これに集まります。この有機物から栄養を取って成長しようとするんですけれども、無機物の土というのはこの有機物を一切排除した土になりまして、コバエが栄養を取れる要素が一切ない土です。なのでそんな無機質の土を使うことでコバエが湧きづらくなって虫の対策っていうのができるようになりますので、ちょっと一旦無機質の土をですねここでいろいろ混ぜ混ぜして作っていきたいと思います。でですね、無機質の土っていうのは例えば近所のガーデニング屋さんだったり、そういうとこにも売られていると思いますし、どういうとこで買ったらいいかわからないという人はですね、Amazon で売ってる無機質の土を概要欄に貼っておくので、ぜひそちらから買ってみてください。で今回はですね、小粒の無機質の土とちょっと大粒の無機質の土を混ぜて、バランスよくドラセナユッカに合う土を作っていきたいと思います。はい、それでは無機質でできた土を作りました。次はですね、ドラセナユッカの土をきれいに取って、最後にこの土でドラセナユッカを植え替えていきたいと思います。それではドラセナユッカの土を取っていきます。はい、ドラセナユッカの土をこれから取っていきます。観葉植物を植え替える時っていうのはですね、こういう古い土っていうのは一回しっかり取って新しい土に植え替えてあげるようにしてください。っていうのもですね、観葉植物のこういう土というのは長年使い込んでいるものだと、もう土の中が腐敗したり、もう栄養素が全くなかったりしてですね、使い回してしまうと観葉植物の成長にもあまり良くありません。なので植物を植え替える時というのは、こういう古い土をしっかりきれいに取って新しい土にまた植え替えてあげることをお勧めします。それでは取っていきます。で観葉植物の土を鉢から取る時はですね、結構もう根が中にびっしり詰まっている場合はかなり取りづらいです。そういう時は鉢をグリ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 と回しながらですね、少し土と容器の摩擦が少なくなってきた時にポコッと外します。はいはい、皆さんもご注意。はい、ちょっと勢いよく土から剥がしたもんで、ちょっとしたトラブル、アクシデントが起きました。土が散乱しました。こんな感じで勢いよく力任せで古い容器から観葉植物を取るとですね、こういうアクシデントが発生したりしますので、皆様本当に注意してください。もう家の中が泥だらけになってしまいます。で今こんな感じでもう机の上やら床やらに土がブワーッとばらまいてしまっている状態なんですけど、しっかり観葉植物は古い土から救出できました。これだけは手放していません。しっかり持ってます。これだけは守り抜きました。それではですね、まだこのドラセナユッカの根の周りとか下の方にですね、まだ若干土がついてますので、これも綺麗に軽く指でほぐしながら取っていきます。でもこの状態になったドラセナユッカっていうのはこうやって一本一本外れます。ちょっと根っこが絡んでいる状態なんですけれども、これをゆっくりですね剥がしながら残りの土を取っていきたいと思います。はい、ある程度もう土が取れました。で今回土から土に植え替える場合はもうこの状態になったらですね、新しい土に植え替えてあげていいんですけれども、今回はこの有機質の土
から無機質の土に植え替えるということでですね、ここら辺にまだちょっと若干ついてる土をですね、しっかりぬるま湯で洗っていきたいと思います。ちょっとぬるま湯で洗ってきます。はい、それではぬるま湯でですね、しっかり根っこの周りとか幹の根元についていた泥っていうのをですね、しっかり洗ってきました。こんなに綺麗な根っこが姿を現してくれました。ここの根っこなんて太いですね。健康的です。で、ちょっと植え替えていくときにこの長い根っこがあるじゃないですか。この根っこ、これってちょっと長すぎて邪魔になるので、これはですね、途中で切ってあげても大丈夫です。なので今回ここの根元の根っこっていうのはちょっと植え替えの時に邪魔になりそうなので、少しここら辺でですね、こんな感じで切ってあげたいと思います。根っこが1本切れても観葉植物は生命力が強くて、どん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 根っこを伸ばしていきますので、植え替えの時にちょっと邪魔になったりしたらですね、このぐらいの根っこをですね、切ってあげることは大丈夫です。それでは早速無機質の土、こちらに植え替えていきたいと思います。はい、それでは無機質の土を入れていきたいと思います。最初にですね、土台を作っていますので、下の方にさらに高さを出すために、まずは一旦土だけを入れていきたいと思います。はい、それではですね、もうある程度陶器の中に無機質の土が入りましたので、ここでドラセナユッカを入れていきたいと思います。で、こういう2本立ちのですね、ドラセナユッカなどを植え替える時っていうのは、葉っぱの向きっていうのは少し気にして植え替えてあげた方がいいです。今こっちの幹なんかは葉っぱがですね、僕のこの外側の方に生えてると思うんですけれども、これですね、これを内側にしてくっつけちゃうと、葉っぱと葉っぱが喧嘩したり、葉っぱとこの幹の部分が重なって、とても観葉植物の葉の成長には悪いので、しっかり葉っぱが生えている位置っていうのを見てですね、バランスよくこうやってくっつけてあげます。で、この形にしたまま容器の中にズボンと入れていきます。こんな感じです。でですね、ちょっと植物の幹を持ったまま場所取りっていうのをやっていきます。こっちに寄りすぎたり、こっちに寄りすぎたりしてしまうと、とても不格好なので、ここでしっかりセンタリングを合わせます。ここぐらいですかね。センタリングがあったら、ここにユッカを置いて片手で支えながら、ここの周りに土を入れていく感じです。ここの周りですね。それではセンタリング、場所取り、ポジション取り決まりましたので、早速周りに土を入れていきたいと思います。はい、それでは土を植え替え終わりました。上から見るとこんな感じです。見えますか？無機質の土って大体なんかこういう真っ黒した土の色とは違って、こういうちょっとですね、白系の肌色に近いですね、色をしてます。なので無機質の土に植え替えると、虫が寄りづらいプラス、ちょっと見た目も土に植え替えるよりはおしゃれになりませんか？なので無機質の土っていうのは結構当店でもおすすめしてます。はい、それでは植え替えが終わった後はですね、たっぷり水を与えていきます。まだこの土がですね、カラカラに乾いてる状況なので、最後はしっかり水やりをしてあげて、その後にこの葉っぱにもですね、霧吹きをしていきます。じゃあまず水やりをたっぷりしていきます。で、水やりをするときはこうやってたっぷりお水を与えるんですけれども、陶器のですね、下の方に開いてた穴から水がじわーっと出てくるまで与えてあげます。で、今回ですね、土じゃなくてこういう無機質の土を使ってるんですけれども、見ていただくと一粒一粒が大きくて結構乾きが早いです、こっち系の土っていうのは。なので水がもう結構出てきちゃってるんですけれども、たっぷり一つ一つの粒にですね、少し水分が含むぐらいまだ水を与えてあげて大丈夫です。もうガーッと与えて、もう水がジャーッと下から出てくるぐらい与えてあげます。はい、たっぷり与えました。そしたらですね、こんな感じで水が出てきます。で、この水が茶色いのはこの土の色なので、決して汚い水が出てるわけじゃないです。で、こんな感じでもうたっぷり水が出てきます。この水がですね、しっかり出終わったら植え替え完了。こういった土はですね、本当に乾くのが早いので、たっぷり水を与えて、カラカラに乾いたらまたこんな感じで最後に水を与えてあげる。これを繰り返すようにしてください。はい、
それでは最後にこの葉っぱ一枚一枚がしっかり締めるぐらい霧吹きをしていきたいと思います。観葉植物っていうのはですね、この葉っぱからも水分が蒸発して、この水分がなくなっていくとですね、葉っぱが枯れていく原因につながります。葉っぱが枯れちゃうと見た目もちょっと寂しくなってしまいますので、この葉っぱ一枚一枚も霧吹きをしてしっかり保湿をしてあげることで葉っぱが枯れてしまうことを防げますので、こうやって葉っぱの霧吹きっていうのはですね、できるだけ毎日してあげることをお勧めします。それでは霧吹きやっていきます。はい、こんな感じで葉っぱにですね、水滴がつくぐらい霧吹きをしてあげれば OK。 これで植え替え完了です。はい、それではドラセナユッカをおしゃれな黒の陶器に植え替えてみました。そしてですね、今回使用した土は無機質の虫が湧きづらい土になります。見た目もおしゃれで室内で清潔に育てていける観葉植物です。ぜひ皆さんもお家の観葉植物、新しい容器に植え替えたいなと思った時は、おしゃれな容器と無機質の土、こちらを使って観葉植物を植え替えてみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後とも当店7葉をよろしくお願いします。